ミクさん。はい。まだね、2パックありましたよ。そう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 。なんかどっかに滑り落ちてました。そうそう。なんか、もうあの、中身がしょぼくて、そうですね。そのショックで。いや、なんだろうな、嬉しい反面、なんかもう別にもういいよって気持ち。ね、まあ、わかんないですよ。そこですよ。そう。ここで。この 2パックに、そうです。中村と、アスカとね。アスカですよ。で、サインがね、なぜかヒデオ痛みもね、入ってたりして。そうですよ。ヒデオ痛みまだいなかったですもんね、そういえば。そうです。あの、ね、レギュラーカードも引いてない気がします。ですよね。はい。つまり、ここです。ここですよ。はい。これね。本当かよ。いや、ね、なんだろう。これ、だって冷静に考えたら、はい、ただあの、2パック余ってたんですけど、これ6000円ですからね。そうですよ。6000あればね、そこそこいろんなことできますからね。大事故ですよね。はい、あのまま捨てようと思って。まあ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 、一回ね。そうですよ。あ、ミックさん開けたら。そうですよ。ミックさん、私ね、運があるから。運持ってますからね、こういうの。過去のね、キンプロの開封動画、もう結構いいの引いてますから。そうですよ。任せてください。はい、じゃミックさんに開けてもらいましょう。はい。はい。ワンパック目。ほら、いきなりなんか、アンダーテイカーの妹ですよ。ね、本当っすか。いや、知らないっす。嘘情報じゃねえか。格好がね。でもね。でも見たことないですもんね。そう。はい。ほらほらほら。かっこいいこれ。さっきの顎の人じゃない。あ、ぽいですね。この顎の名前が。同じですもんね。デザイン、あ、そうか。これデザイン違う。いやいや、そうです、普通なんですけど。はい。あ。サマージャ。この後、ま、ミクさん、この下に多分、サインカード。じゃあ、こっちからいきますよ。あれ、ちょっと待って、ミックさん。はい。あ、関係なかった。日付か。あ、ね。来ました、これもまた。新しい。ちょっとおっぱいの大きいお姉ちゃん。そうですよ。強そうですね。ミックさん、巨乳率高い。高いですよ。そして、これ。はい。サインカードをちょっと残してますから。サインカード最後にね。はい。はい。これね。最後、サインです。これとしか言いようがない。はぁ、あれあれあれ、サインカード違うぞ。あ、ごめんなさい。落としてました、サインカード。これです。女の子。なんか女子率高いですね。高いですね。なんでこんなに。やっぱり女の人のサインの方が。まあまあまあ、でもね、ファンが喜ぶのも分かる気がするけど。なるほど。一パック目はね、ちょっと、ダメでした。おラス1、ラス1。頼ますよ、ラス1。来ましたね、このなんか風景的な。風景的な。はい。はい。あ、これもだ。2枚目。これはね、さっきありましたよ。なんかでもさっきまでと雰囲気違いますね。タックがいきなり2枚来てるって。そうですね。これ、期待できますよ。これちょっと4枚目じゃ最後にしましょう。わかりました。じゃあこれまた。あ、あ、一番下。来ました。レギュラーカード。ヒデオ痛み。痛み。活躍してないけどね。ねえ。はい。ねえ、日本でやってた方が良かったんじゃないのかな、これ。みんな思ってます、多分。そして、ね。ちょっと待って。例の人ね。は、来た。お、アスカも来ましたよ。来ましたね。このパックちょっと期待できますね。期待できますね、これ。はい。しかもね、ちょっと違うんですよ、ほら、見てください。あれ？そうそうそう。あ、これあれか。違うカードです。もう一個あるのか。この2枚の下にあるのがサインカードですね。そうです。でーでん。ゆっくり行きましょう。お、ちょっと待って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 、この髪の色は。ねえ、なんかちょっと赤くないですか？これさ、ミクさん、これさ。はい。濃いですよね。来てんじゃないですか？やったさすがの引き強か？でーさすがミックさん。ちょっとさすがミックさんだ。光ってはいないか。光ってはいない。そう、気のせいです。あの、ただ僕にも輝いて見えます。そうですよね。最後の最後で、あ、さすがミックさん、来ましたねこれなんて書いてあるんですか。今日もアスカってアルバイトが書いたんですか。なるほどね。いやね、いや、来た来た、最後に来た。唯一の日本人のサードカード、サインカード。そう。まあ、しかももうね、当たり中の当たりじゃないですか。そうですよ、今ね。だってゴールドバーグを超える女でしょ。そうですよ。無敗街道まっしぐら。はい。はい。これはね、大丈夫ですよ、はい、ミスター下さん。はい。このいつの価値がね、この3万円分のボックスのね、はい、あれを帳消しにしてくれますから。おぉ。もしこれ今、あの、シリアルは、はい。99分の54なので、はい。もしこのシリアルのが店頭に並んでたら、はい、あいつ売ったなと。そうですね。あいつ金に変えたなと。そこは。はい、そう、ミックさんの言う通り。これ、いや、この、しかもラス1のパックで当てるあたりがこのミックさんの引き。はい。よかったですよ。ね、しかも一回捨てた、ね。捨てようと思ったパックに、ね。そう、もう、ね。ゴミと一緒に捨てようと思ってたんですけどね。そうそうそう。なんかちょっと硬いなと思って。よかったよかった。ね。
なんかね、でもこのパックだけちょっとね、最後毛色が違うというか。そうですね。なんかタッグチームが多かったり、うん、日本人がね、伊藤伊丹秀夫もね、こいつも言ってましたしね。ねはい。あこいつのカード ね、ショップで3000円で売られてたんでね。あ、そんな大した価値じゃないと思うんでね。サインが3000円ですか。そうです。ああ、でもそのぐらいはいくんですもんね。ということはこっちはもうね、3500円はいきますよこれだってファンはね、あの日本人ファンだけじゃなくてね、そうですよ、もう慰めてます自分を世界も認めてるわけですからね、はい、じゃあまあ最後にね、渡りを引けたよってところで今回は、はい、お開きということで。そうですね。はい。じゃあ、皆さんはね、ぜひこのボックスを買うときは。じゃあ、十分に気をつけてね。そうですね。そして中身が入ってるのに捨てるのだけは気をつけてください。はい。もうね、ショックすぎてね。そうです。中身がしょぼすぎてね。はい。はい。じゃあ、一回締めましょう。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。